はい、どうもコミです。さて本日はつむぎ組さんから動画をお届けしてまいります。3ホール13あと1本ね12を見たいというふうに思ってるんですけども、今日のね動画っていうのは、まあ、ちょっとねこれっていうテクニックというよりはもうすごすぎるアタックを見てほしいというふうに思ってます。で、まあ、あの何かを学ぶっていう意味でも、まあ、学べないとは言わないですけども、どちらかというとエンタメ寄りで見てもらえたらというふうに思います。こんなアタックってエキシビジョンじゃんっていうねいうようなアタックっていうのが、まあ、今回のこの、EON というねスーパーユニットネクロマンサー使用禁止この大会の中から生まれています。なんかねあのスペシャルアタック賞みたいなのが確かあって、でそれで賞金が出るんだよね。なんで、まあ、そういうのも多分加味して結構あの尖ったね攻め方をしている方もこのつむぎ組のメンバーの中多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、まずはバリさんバリさんね、これは尖ってるっていうか上手すぎるっていうだけですね。単純にあのただただ上手すぎるどんな風になってるのかってちょっとね見てもらおうと思うんですけども、タウンホールのところから、クイヒ始めていきます。で、なんだ、ディガホグですね。なんだけどさ、ディガホグやるときのポイントの一個として、こういう、まあ、配置ね、あったときに、タウンホールがここにあるじゃないか。まあ、これクイヒで壊しますよね。この部分がすごくさ、壊しにくいんだよね。ディガホグがこういう風に来たときに、ここでみんなやられちゃうっていうパターンがよくあるんですけど、そこをシューターで壊しておくことによってその後の伸びがすげえっていうね、ところを見てほしいと思います。まずはレイジを当てていって、そのレイジに乗っけてバルーンですね、黒爆弾解除していきながらタウンホールを壊していって、相手のロイヤルチャンピオンまでね処理していこうというところですね。しっかりバルーン2体目も出して、まあ、この辺にヒーラーを倒す要素がないなということをきっちり確認取っていきます。で、相手のロイヤルチャンピオンの方に流れていきましたが、もうこの段階で見てください。これ、イーグル砲が壊れてるんですね。なんで、イーグル砲壊れてるんで、今から本体出しても、イーグル砲が反応しないというか、反応するわけないんですよ。ないからね。まず、なので、イーグル砲のダメージを食らわずにディガホグが進行します。キングもクイーンも食らいませんと。で、ぐるっと回って、このね、台座を、クイーンが壊してくれたんで、この動きがね、なおさら良かったですね。中心部分のマルチをクイーンが折ってくれるルートに入ったっていう。で、これね、そうなってくれていることに加えて、ヒーラーがディガホグにスイッチしちゃったんですよね。なんで、もうこっからね、ガチガチ止まんないのよ。ほんと止まんなくて、もうユニットにヒーラーがついちゃったら、もう、なんていうか、ヒール使う必要もないみたいな感じですよね。だから逆に、この中心部分の舞台に、ディガホグに、レイジをかけてあげたりして、まあ、ヒーラーの回復量を上げるなんていう選択肢もあるし、ほら見てこれ、もういろんなところでもうユニット回復させまくっちゃってるから、さっきからヒールってじゃないですか、今やっとグランドホールデントーム打って、このボムタワーがあったのかな、この部分の、体力管理をしていったっていう話。まだヒール1枚、レイジ1枚、フリーズ2枚残ってるんですよ、この状態で。で、これ全然使わずに全開できちゃうレベルですよね。クイーンは、まあ、クロスボウを殴ってくれて、まあ、クロークはもうね、真ん中の援軍処理のところで吐かされちゃってたけど、まあ、そこから先、クイーンがやられる要素がないので、ロイヤルチャンピオンもシールド残してるしね。まあ、これ、シールド使わなかったらやられちゃうかな。うん、でも、まあ、シールドを使わずにこれ全開取ろうっていう考えじゃないでしょうか。使ったか。うまい。これだけユニット残して、で、これだけ呪文残ってるんですよ。こんなのあるかよって話ですよね。だからもうシューター型のディガホグっていうのがいかに強いか、まあ、タウンホール14でもめっちゃ強いっていうことは、あの前の動画でもちょっとお話ししたと思うんですけども、まあ、とにかく強いってことですね。かっけえな、本当にこういうアタック、マジでやってみたいですよね。でもね、宇治さんのこれね、かっこよさで言ったら、もっと僕的にはかっこいいんだ、これが。本当にこれ、しびれた。嘘でしょ、これっていうふうに思っちゃったんで、ちょっと見てください。まずタウンホールにアイモレを当てつつ、スーパーウォールブレイカー使えないんで、ウォールブレイカーで壁を開けていきます。さっきね、ちょっと言わなかったんだけど、1個、ちょっと待って、今ね、すごくね、いいポイントがいっぱいあった。ごめん、もう一回最初から見せて。ごめん、もう一回ちょっと最初から。これもう一回最初から見る方がいいと思う。で、まずここね、アイスゴーレムを当ててから、これね、スーパーウォールブレイカー出る前の人は分かると思うんだけど、1体ウォールブレイカー出して、小爆弾のチェックしてるのね。で、それをしてからウォールブレイカー本体出して壁を開けるわけですよ。で、ここ、ボーラーを使ってカットします。これね、迫撃砲届かないんで。
これ本来スニゴブがあったらスニゴブ使っちゃうんだけど、あのどうせ6体、6枠使うわけだから。でもこれボーラーにして枠をさらにこれ1個まで壊ってるから枠1個節約になってるのかなっていう感じですよね。でさらにしっかりとサイドカットもできているという形で、キングロイヤルチャンピオンこの九時方面から出していきます。アーチャークイーンはタンホールをクロークで壊していくんで、まあ、そこはもう見なくてもいいかなと思うんですけども、このロイちゃん見てほしいんですよね。これアチャットを殴った段階でインビジブルでこれ消しまって、フォーミングシールド当ててここを壊していくんですね。ダメージ当てていくんですよ。でクエイクからのライトニングで見た今のリプレイ流したいぐらいじゃないですか。これすごいよね。今のインフェルのクロスボウを追いながらこっちのインフェルノにもライトニング当てて折っていく、エアスイーパーも壊していくという、中心部分をロイヤルチャンピオンのフォーミングシールドでダメージ与えつつライトニングで壊すっていうことをしたがために、もう完全にこの部分がえぐれてるんですよ。こういう風にね、円形に。だからラバルはもうこういう風にガッとで、こっちから補助のラバルを当てていきながらこういう風にね、ここに託しさせるっていう形を作っています。ラバハウンドをねこれ釣ってないんです。まだここに一体いるんだけど、おそらくこれどっかに釣るんじゃないかな。これからこっちの3時方面、あ、9時方面とかに釣っちゃったらもうね、邪魔にならないんで釣るのかなというふうに思うんですけども、まあ、1個残ってる大砲にはしっかりとこれもね、ガーゴイルを当ててケアしていきながら、まだグラウンドウォーデン、フォームがね、残ってる状態、ヘイス1枚、フリーズ2枚残ってます。さあ、これラバハウンドできましたね。釣っていって、ただちょっと釣れなかったのかな、微妙に。はい。もうこれは、これは何なのもう。なんなの、なんかもう遊びじゃないかっていうね。なんか前回を取ることを前提とされている遊びをしてるような、もうまさにそんな感じですよね。いや宇治さんうますぎよ。もうバリさんも宇治さんもマジうまいわ本当にかっこよすぎる。フォーミングシールドからのライトニングクエイク、これはねちょっとタンホール13ならではかな。14だとあのシールドのダメージと防衛の HP のバランスが少しまた変わってきて、ちょっと壊しにくくなってるんですよね。だからまあそういう意味では、まあ、大工もいるし、あのタンホール13ならではかもしれないですね、この攻め方っていうのは。もう一本はタンホール12見ていきましょう。これもねインビジブルを使ったテクニックです。これ世界大会とかでもよくやられているテクニック、よくではないな、たまにやられているテクニックで、やった瞬間にあのみんながおおってなるやつをなんかサクッとやってます。だから僕は食い火をやめたってねいつも思うんですけど、食い火しかしてないんじゃないかなっていうこととだからやめたの、だからの意味が僕全然わかんないうますぎてね。はい、まあまあ見ていきましょう。で、ここもねウォールブレーカー2層分けです。これもう小爆弾がないこと分かってるんで、しっかりここにウォールブレーカー全部出していって、まあ、1体残ってないかな。で、このクロスボウ2個の方にアーチャークイーンを誘導していきたいという形ですね。ちょっとこっちにずれてしまいそうに見えますが、これインビジブル、はい、これでですよ。インビジ打ってで隠すことによってこの真ん中の角に入れていく。でさらにこの後ろからウッドランチャーですよ。いやいや、どこまで考えとんねんって話じゃないですか。で、おまけにこの大砲がウッド狙ってこないように、対空砲をウッドで壊してから大砲にバルーン。いや、もうさ、どこまで考えてんでしょうね。これもう、イマジネーションで、自然にこれをやってるのか、マジでプラン考えてるのか、もう、何なのか全然わかんないんですけど、個人的にはね。で、まあ、クイヒー本当はねこっちにこう歩いていってほしかった、でタンホールを壊してほしかったっていう話なんですが、一瞬壁殴りましたね。はい、ただまあここからドラゴン展開していきつつアーチャークイーンの軌道修正していったんで、まあ、これでクイヒーでタンホールを見る形ができました。でキングで3時方面カットですね。このマルチインフェルノなんで、ババキンもアーチャークイーンもこのインフェルノに焼かれることはないということで、むしろこのマルチインフェルノ2本、ドラゴンにとってはそんなに難しくない防衛をドラゴンに殴らしていきながら、タウンホールはアーチャークイーンで抜いていくというね、まあ、素晴らしい形が出来上がっているというところです。まだクロークも、フィットも残っていて、フリーズも2枚残っている、もうね盤石ですけども、きっちりと、フリーズタウンホールに当てていきながら、まあ、ドラゴンたちをね延命していって、まあ、手を抜かず全開まで持っていくって感じですね。タンホール、さらには対空砲にフリーズ。グランドウォーデンゾーはドラゴンがギリギリ撃破できずというところですが、まあ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 、ここまで来てクローク残ってたらもう圧勝でしょう。これはね。はい。ということで、
取れてしまうと思った瞬間のインビジブル、さらに後ろから来たウッドランチャー、もう全てが計算し尽くされた上に、さらにちょっとね細かいけども、ここの大砲に、ここの大砲、この大砲、ここに出したバルーン、もうね肉すぎて肉すぎて、もう僕はもう見ながら興奮しちゃいましたね。なんでこの3本っては僕の、まあ、主観ですけども、今回のこの対戦の中で特にもうなんていうのかな、ファンタジーが詰まったアタックだと思いまして、まあ、そこをねまとめたわけなんですけども、まあ、これ以外にも本当ね素晴らしいアタックいっぱいあります、あるんですが、まあちょっとね尺も限られてるんで、今日はこの3本紹介をさせてもらいました。楽しんでもらえたら幸いです。というところで今日の動画を終わりにしたというふうに思いますが、僕のチャンネル基本的にはクラン対戦のアタックの解説中心にやってます。ターンホール13、14メインに扱っておりますので、動画いいだと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。